ボム兵のモノマネ選手権しよう。ボム兵のモノマネが一番うまかった人に Amazon ギフト券3000円プレゼント。この配信中にいいよ、今突してきていいよ。突してきてボム兵のモノマネが一番うまかった人に Amazon ギフト券3000円あげるわ。突者がおらんかったら終わり。突者が1人だけやったらその人の勝ちになるな。モロー編が終わるまでにするわ。タイムリミット、モロー編が終わるまで誰か突してこいよ。もし1人やったらさ、ノーリスクで全く似てなくてさ、例えば「エッチブリブリ」とか言っても3000もらえんねんで。さあディスコード開けといたから誰かやろうや。ボム兵のモノマネって何すればいいんやって、ブブブブブブみたいなやつやん。ボム兵誰も突こんやん、おもんな。じゃあいいよ、自分が一番似てると思うモノマネ選手権でいいよ。自分が一番似てる、もうお箱でいいわ。お箱の選手権でいいわ。誰も突らんだ。あ、突来てる。もしもし。はい、何のモノマネですか？せっかく練習したんでボム兵やります。ボム兵をどうぞ。いきます。おいみんな勝てるぞこれ。これより別のキャラで似てるモノマネがあれば3000円ゲットのチャンスやで。絶対勝てるやんこんなの。勝てる勝てる。これ3000円もろたやろみんな。このクオリティでいいんだったら。これ誰も凸こんかったらさ、もう一人勝ちになっちゃうけど3000円。これは勝てないって。勝てるやろこれは。強すぎるって。そんな似てたボム兵。これは優勝って。ボム兵独特の声の臭みをちゃんと再現したって、めっちゃ評価高いやん。すごいな。俺あんま似てると思わんかったけど。お、来た来た来た。はいはい。あ、もしもし。何のモノマネしてくれます？にゃんちゅうやります。にゃんちゅう、お、はい、どうぞ。お団子食べたいにゃー。おお、今優勝候補やこの人。似てるわ、普通に。この人の方が似てるわ。さっきのボム兵より今のにゃんちゅうの方が明らかに似てるやろ。わかりやすい。こういうのはな、簡単にできるモノマネをやっぱやる方がいいよ。にゃんちゅうかな。でもやっぱボム兵ではって嘘つくなよ、もう。それボム兵のただファンなだけやろ。ただやっぱこんなキャラを、そのさ、にゃんちゅうに勝てるとしたら、あれやねん。こんな難しいキャラを似せれるんですかっていう、そこをついてくれたらポイント高い。にゃんちゅうは誰でもできるからさ、僕もできるもん。みーはにゃんちゅうです。誰でもできるからさ。お、変わってきた。はい。あ、もしもし。誰をモノマネしてくれますか？あ、大木戸博士やります。大木戸博士、はい、どうぞ。はい、どうも皆さん、大木戸博士です。ピカチュウ。これはにゃんちゅうに勝ったわ。これ、せこいわ、もうマジで。前もやってきた人やし、これ、せこ。普通に強いんやけど。これはせこいわ。石塚さんが蘇ったやんけ。大木戸博士、なかなか簡単にはできんな。って言ってるけどね、大木戸博士よく。ボム兵が好きなのって、それでもやっぱボム兵なんや。すごいな。じゃあ、この練習配信が終わるまでに期限を延ばしましょう。うん。今、踏み出す勇気がない人もいるでしょ。もう、もろ終わっちゃったなっつって。踏み出す勇気をあげましょう。天の風の秋川さん、そうやな。あーって、この太い声出せるやん。私のこの声が出せたら大体できるやろ。あとやっぱルイスやな。リオン I got it。 モリアスビビューモリアスビビュービリーじゃねえよボビーだよ。確かに。あ、突きた。はい、何のモノマネします？機嫌に振り切ったボビーやります。吉毛に振り切ったボビー。はい。はい、どうぞ。うん、これ20点やな。もう意味がわからん。もうなんつってるのかわからんかったし、もう。あ、もう一個突きた、もう一個突きた。はい。何のモノマネされますか？ボム兵いきます。ボム兵、はい。ボム兵いきます。はい。ウィブブウィブ。俺こっちの方が似てると思うんやけど。こっちの方が似てない？こっちの方が似てたと思うけどな。あれ、もう一人、もう一回続きた。オッケー。かけよう、こっちから。はいはい。もしもし。はい、何されますか？先にゃんちゅうしたものなんですけど、はいはい。梅田さんもボビーでちょっと僕に話しかけてもらっていいですか？あ、ボビーで？はい。お前誰だ？お前ボビー似てねえんだよ。お前何やってんだよ。俺が本物だっつってんだ。なんだ俺の方が本物じゃねえよ。お前やめろよ。俺がベリーだろうが。俺ベリーじゃねえよ。本物のボビーだ。お前やめろよ。楽しい。シンプルに楽しい。どっちの方が似てたみんな。どっちの方が似てた？僅差で僕？五分五分マジか。いや僕は優勝じゃないよ。ボビーが2人いたって。ボビー誰でもできるやん。ブーっつって言いよけも。なんで僕のボビーはすぐに切るんですか？だって何言ってるか分かんかったもん。ブーーーとか言われても分からへんやろ。あ、来た来た。はいはい。あ、どうもアラクマです。何のモノマネしますか？ドナルドダックやらせていただきます。お、ドナルド、はい、どうぞ。はい、いきまーす。おー、いいね。まあ、やる人多いけどな。ドナルドやる人多いけど、なかなか。ボビー3人いきますねって、なんでグループ通話せなあかんのよ。西村博之優勝やな、それ。あ、来た来た来た。はいはいはい。あ、荒熊です。もう一回、また別のネタやりてきました。お、別ネタなんですか？はい。滝口純平さんですね。はいはいはい。ぶらりと中継。あ、そうですそうです。どうぞどうぞ。あ、じゃあ、いきます。はい。ぶらりと中継者の旅、今週のゲストは梅田ジャパンさんですよ。よろしくお願いいたします。マジレスとドナルドの方がやっぱ似てるな。ドナルドの方が似てる。いや、それは誰のモノマネですかって言われたら滝口さんってのは分かるけどさ。あ、バイオ4の商人。バイオ4の商人。はい、どうぞ。あ、聞こえますか？あ、聞こえてますよ。ウェルカム。おー。ただ、バイオ4の商人は僕の方がね、似てる自信あるわ。まあまあまあ、特徴はつかんでるよ、もちろん。Thank you。勝ったな。Welcome! Why buying? あー、気合いの入ったウェルカムやったな。あとは小出涼子っていう家庭科の時来てた時間講師もできると。お前やめとけって。お前勝手に人の個人名出すの知らんぞ。俺小出さん知らんし、誰やねんそもそも小出涼子って。普通に個人名出してるな。もうめちゃくちゃやん、やってること。じゃあやってくれよ、それ。逆にやってほしいわ。はいはい。つ間に合ってますか？あ、もちろんもちろん。練習終わるまでなんで。はい、はい、はい。ボム兵のモノマネを。お、ボム兵、はい、どうぞ。はい、いきます。はい。グリ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 。なんかあれやな、三者三様になんか個性があるな。うん。いや、もうちょ、小出涼子やっけ？小出涼子ちょっとやってこいや、早く。小出涼子。お、かかってきた。はいはい。あ、聞こえてますか？あ、聞こえてますよ。千と千尋わかりますか？わかりますわかります。千と千尋の顔なしなんですけど、はい。カエルを食べた後の顔なしあります。お、いいですね。どうぞ。じゃあ行きます。はい。おい、千男だ。千男せい。クオリティ高え。うまい。普通にうめえ。はい。あ、荒熊です。はいはい。小出涼子先生ちょっとやりに来ましたね。はい。小出涼子先生、はい、どうぞ。はい、お願いします。ちょっと前置きあるんですけど、なんか栄養素の名前とかを言って、でそれが何なのかを考えてカルタをするっていうレクリエーションみたいなやつあったんですよね。あ、授業でね。はい、そうなんですよ。でその時に煮干しの説明文を読む小出涼子先生。煮干しね。はい。乾物なので保存ができます。水から戻して出汁を取ります。丸ごと骨まで食べれます。やばい、なんか浮かんだわ、情景が。これちょっと特別ポイントあげたいな。情景が浮かんだわ。いや分からんよ、その小出涼子って言ったら俺知らんけど分かる、なんかいそうっていうのが分かる、うん、そう知らないけど似てるってやつやな。なんかなんかのね、なんか高校生が卒業式の時になんか余興でなんかいろんな先生のモノマネ、声マネとかじゃなくて、なんかその口癖のだったりとか、その身振り手振りのモノマネとかなんかしてるのを僕 YouTube で見たことあんねんけど、そ知らんやん。だって僕らその先生のこと、その高校で出てるわけでもないしさ、知らんけどやっぱ面白いっていう、そこやな。なんとなくわかるってやっぱすごいな。じゃあ多分特徴捉えてんねやろなっていうのがわかる。小出先生見てないからって、見てたらとつってきてください。はいはい。あ、どうも、さっき大木戸博士やったシネサバです。はいはい。何されますか？吉毛解放しようと思いまして、ベビーのモノマネやろうと思います。ベビーのモノマネ、ちょっと待ってくださいね。音ちょっと下げますね。あ、はい。怖いんで。大丈夫ですか？ちょっと待ってくださいね。あ、まあいいや、もう大丈夫です。はい、どうぞ。じゃあ行きます。はい。あたたたたたたあいー笑ってるからあかん。笑ってるから今のは吉毛解放度 70% といったとこかな。恥ずかしくて笑ってもうてるやん、もう。あかんよ。ディスコードサーバーに小出先生がいると、おほんま知らんで俺、どうなっても。小出先生にそっくり。この人名前何やっけ？ド忘れした俺。夢破れて歌ってたよね。スーザン・ボイルや、スーザン・ボイル。スーザン・ボイルにそっくりらしいです。おはいはい。あ、もしもし。もしもし。おっぱい関連でいきます。ん？なんておっぱい関連でいきます。おっぱい関連、おっぱいのものまねいきます。はい。おっぱいのプラプラソース。いや、にゃんちゅうやん。にゃんちゅうやん。もしもし。マリオキャラつながりで。マリオキャラつながり、はい。バッタンやります。なんで。あ、バッタンやります。バッタン、はい。はい、バッタンなん、これ、どっせんじゃないの。やっけ、バッタンって。すまん、ちょっとわからん。分かる人誰か判断してくれ。バッタン似てた今の。バッタンちょっと俺出てこんわ。どっすんやろってどっちだよ。どっすんの方なん。ニャンチューにしか聞こえんって全部ニャンチューやん。どっすん寄りのバッタン、それが正解やったんだな。はいはい。あ、もしもし、はじめまして。はいはい、はじめまして。戦場カメラマンの渡辺陽一、わかりますかね？はい、どうぞどうぞ。はい。じゃあ行きます。はい。はじめまして、私、戦場カメラマンの渡辺陽一と申します。非常に特徴を捉えてましたが、やはり私のモノマネの方が似てると感じました。てか今の人はね、モノマネもまあその特徴はつかんどったけど、ただただなんかイケボやったな。うん、そのイケボに嫉妬します。はいはい。もしもし。はい。プーさんやります。プーさん、はい、どうぞ。そうか、朝ラチしてるってことは寝起きってことだ。これスカトロプーさんじゃないよな。僕の配信にいるスカトロプーさんやろこれ。はいはい。またちょっとアダクマなんですけど。アダクマさん、はい、どうぞ。はい、先ほどちょっと渡辺陽一をちょっとやってる方がいらっしゃるじゃないですか。それでちょっとまだ俺の方が似てるんちゃうかなっていうことで、ちょっと渡辺陽一とやらせていただきます。はい、どうぞ。私が21歳の時、アフガニスタンの内戦地に行きました。やはり喋り方の特徴は捉えてると思いますが、やはり私の方が似てると感じます。はい。あ、もしもし。はいはいはい。戦場カメラマンの渡辺陽一さんがずっと続いてるんで、僕もやらせてもらおうかな。はい、どうぞ。ミーは、戦場カメラマンの渡辺陽一だ。うわー！うまい。ネタがうまいな。笑いを分かっとるわ。分かってる。この人は分かってるわ。うまい人やな。うん。そのモノマネがとかじゃなくて、笑いを分かってるわ。はい。プーさん、僕の方がうまいんでやります。プーさん、はい。うん、大変だ。ピグレットのアナルから蜂蜜が。スカトロプーさんって何人もいんの？もしかして。そう、空気の読み方がうまいな、さっきの言った。はいはい。もしもし。お、イケボの人やね、さっきの。先ほどの、一番最初に渡辺陽一のモノマネをさせていただいたものなんですが、はいはいはい。逃走中のナレーターをやりたいと思います。おー、はいはい。お願いします。はい。向こうから、もう一体のハンター。はい。特徴は捉えてる。でもな、やっぱ、逃走中のナレーターもめちゃくちゃイケボやけど、やっぱなんかこの人の声質がな、もちろんいい意味でな、イケボやな。イケボ要素強めの。もしもし。もしもし。マリオ64で、はい、ボム兵に話しかけて、はい、砲台を出すシーンの真似をします。ああ、最初のとこね、ステージの。はい。はい、お願いします。いきます。ででででででで私が砲台です。何を言うてんねんマジで。私は砲台ですとか何を言うてんのマジで。狂ってるわ完全に。はい。ハッカーをしちゃった小出涼子先生やります。え、なんて？ハッカーをしちゃった小出涼子先生やります。ハッカーをしちゃった小出涼子先生、はい。はいはいはい。いきます。ハッカーしちゃった。意味がわからんマジでもう笑いのボーダーが深夜だと下がるからだからいいんよ。はいはい。もしもし。もしもし。あ、電車にいるやばいやつやります。電車にいるやばいやつ、はい。落としちゃった。何やっけ、元ネタあるんやんな。何やっけ、カードゲーム落としちゃったみたいな言ったやつやっけ。ごめん、俺ちゃんと詳しくないわ、俺、それな。バスなんだよなって全然違うやんけ、もう。電車でもないやんけ、や。あ、どうも、ベビーです。ベビーさん、はい。黒柳徹子のモノマネします。お、黒柳徹子さん、はい。はい。さて、今夜私がいただくのは。てめえの命です。特徴取れてやっぱすごいな。この人大木戸博士の人やけどさ、やっぱ特徴はすごい取れてやっぱうまいな、ほんまに。はいはい。はい、聞こえますか？あ、聞こえてますよ。うん、さっきバスのモノマネがあったので、はいはいはい。東大医学部頭悪いおじさんやります。ああ、はいはいはい。わかりますわかります。言います。東大医学部頭悪くないか？うまい。すげえ似てる。特徴をめっちゃ掴んでいる。結構爽やかな声から来たね。はいはい。あ、はい。あ、3回目です。イケボの人や、はい。決めに来ました。決めに来た？ほう、優勝。はい、決めに来ました。エロい病する吐息中のモノマネをします。はい、もう一度お願いします。すいません。エロイプをする吐息中。エロイプをする吐息中。はい。あ、吐息で、そのエロイプで、なんかいい感じにするみたいなことね。はい。はい、OK です。はい。梅ちゃんのそういうエッチな声、もっと聞かせてほしいな。この人多分さ、ニコ生最盛期の頃にさ、そういう配信者になったら多分売れてたやろな。ええやん。僕はホモでもなんでもないですけど、ええやん。やってるでしょって、やってるやろこいつ。やってるな、さては。やってそうやな。モノマネどこ行ったって、モノマネでもないけど。はいはい。あ、こんばんは。2回目です。はいはいはい。さっきイケボの方がいたんで、ちょっとそれにちなんだものまねでいきます。お、イケボ、はい。そこまで人数のいない、うん、頑張ってイケボ配信してる方の配信者のものまねします。ああ、なるほどね。仮想イケボ配信者。ああ、そうです、そうです。はい、はい。じゃあ、いきます。はい、初見さんいらっしゃい。ゆっくりしてってね。おお、やってそう。やってそう。はいはい。もしもし。あ、もしもし。はい。あ、すみません、何度もすみません。いやいや、いいですよ。これで最後にします。お、はい。アウディの、CM の一番最後の音をやります。音、ちょっと僕わかんないです。まあ、大丈夫です。はい、お願いします。似てんのみんな、わからへん俺。似てる？マジか。細かすぎて伝わらないモノマネ選手権ができた。いいね。知らんけど似てそう。まあなんかわかるよ。はいはい。あ、もしもし。はい。黒柳徹子の真似をする小出涼子先生。黒柳徹子の真似をする小出涼子先生。はい。はい。こんばんは。小出涼子です。しかもこれ。しかもこれ小出涼子先生をやった人と別の人がやってるからな。もうめちゃくちゃやもう。あ、はじめまして、しらついです。はい。あ、じゃあ、遊戯王のマリクの真似をします。マリクいいですね。はい。どうぞ。運命だよ。貴様に待っていると闇のバイオだよ。いやー、特徴捉えてる。遊戯王来たな、いいな。あ、はじめまして、聞こえてますか？はい、聞こえてますよ。はい、じゃあ、ナルトのジライアを。お、ジライア、はい。はい、いきます。はい、いつかは、人が本当の意味で理解し合える時代が来ると、わしは信じとる。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの、ナルトよ。やばいわ、これはやばいな。これ優勝候補やわ、マジで。超似てる。えぐっ。ああ。いや、これすごいな。なんか、なんていうの、声が似てるだけじゃなくてさ、なんていうのかな、声にしっかりと表情がある。めっちゃ似てるわ。普通に感動した。演技力もすごい似てるし感動した。しかも一番いいシーン持ってきよったな。それもいい。選出した場所もいい。これちょっとガチ優勝候補やろ。かっさらってたな、一気にな。すごいな、本当に。はいはい。あ、こんばんは、聞こえますか？はい。え、女性の方は？女子です。すげえ。この流れで会えたの、本当に。はい。YouTuber のうごくちゃんやりたいと思います。はい。こんにちは。僕ちゃんのいや、多分似てると思うんやけど、ちょっと選ぶちょっとノーコメントで。こんばんは。こんばんは。VTuber のキズナアイさんやります。VTuber キズナ、ほうほう、はい。あ、はい、わかりますか？わかりますよ、もちろん。じゃあ行きます。はい。こんにちは、キズナアイです。おお、男にしては似てるな。まあ特徴はちゃんと掴んでると思うよ。はいはい。あ、もしもし。はい。パセリです。はいはい。ダウンタウンの浜田雅功さんのはい、独特の笑い声を。はい。では、いきます。はい。もっははもっはははは。おお。特徴は掴んでるよ。はい。2回目です。白露です。はい。ハウルの動く城の荒地の魔女の、混ぜくるあのシーンのモノマネ。混ぜくるあのシーン、はい。心臓があるのかい。あんな、ハウルの心臓ゲット。ごめん、わからん。誰か判断してくれ。すまん。音割れしなかったらいい感じだった。へえ。もしもーし。はい、聞こえてますよ。聞こえてます？はい。さっきはすみません。あれ、聞こえてなかった。みたいで。聞こえてなかったです。ごめんなさい、ごめんなさい。はめられるブルックのモノマネやります。はめられるブルック、はい、どうぞ。はい、いきます。ルフィさん、そこはやめてください。妊娠しちゃう。おい、ブルック、お前も船降りるやって。キリコム太郎さんやってます。クロちゃんですって。ありがとうございます。クロちゃん本人やん。お、またどっち来るか。いいね。はいはい。はいもしもし、はい、ガラスと申します。はい、ひろゆきのモノマネします。お、はい。車窓って何ですか？もうちょっと続けてほしかったな。もうちょっとやっぱひろゆきのもので一言でやっぱ無理ちゃう。もしもし。はい。さっきのブルックのやつです。お、ブルックさん、はい。今度はこの前ツイッターで見かけたやばい動画の真似をします。ツイッターで見かけたやばい動画、はい。はい。みんな知ってるんですかそれ？いや全然知らないと思います。オッケーです、オッケーです。はい。いきます。はい。チンポ気持ちいい。見て、妹にチンポ舐めさせるというのを見て、小学生にチンポ舐めさせるの気持ちいい。ちょっと待って、レイナ待って、お兄ちゃん出そう。先生出そう。危ねえ。30やな、やっぱ。今ので100人減ったって。おいお前責任取るよ、ほんまにクソみたいな年しよ。はいはい。もしもし。どうもです。はい。先ほど地雷をやらせていただいたものです。おお、今僕らが優勝候補です、マジで。本当ですか？ありがとうございます。はい、梅田さん知ってるかわからないんですけど、ヘルシングっていうアニメがありまして。わかんないですね。でも多分知ってる人は絶対いるはずなんでお願いします。その中でも僕が大好きな、神父さんの役をやらせていただこうと思います。はい。それって地雷屋の声優の人とは違う人ですか？違います。声優さんは若本さんになります。若本さん。はい。じゃあ、それだとわかりますね。はい。はい。じゃあ、やらせていただきます。我らは神の代理人、神罰の地上代行者。我らが使命は、我が神に逆らう愚者を、その肉の最後の一辺までも絶滅することを。エイメン。すげえな、この人。なんか一人レベルが違うといいねんけど。一人ちょっと桁違いな人がいるんやけどさ、もうこの人楽勝で優勝でしょ、これ完全に。若本さんやったら俺分かるよ、さすがに。いやもう完全にあれやん。がなってるセルやん。がなってるセルじゃない、完全に。これ多分誰も勝てへんやろ、もう。クオリティがちょっとやばすぎて、いい意味ですよ。いい意味でちょっと引くレベルですね。地雷屋先生と若本さんのモノマネした人が楽勝で優勝でした。